はい、じゃあご飯です。はい、おはよう。はいはい、ちょっと背が高いね。ちょっと左手が使えない。ほら、これこれこれ。はい、大丈夫よ。はい、でもすぐ食べてくれね。はい、じゃあお水は後で取り替えるね。ゆっくり食べてね。食べ方はクリップ食べた。ごめんなさい。はい、ゆっくり。はい、このお二人はまたご飯をいっぱい残してます。これ食欲がないんじゃなくて飽きたね。カリカリ買える？カリカリ3種類くらい入ってるんだけどね。そう、なんか1種類に決めるか。それかもうそろそろこのまま放置して、そうするとね、偏る可能性があるんだよね。一度量を減らす？昨日、一昨日くらいまではカリカリに食べてほしくて、上にチューリのトッピングを引いたんだけど、お腹がいっぱいになりすぎると困るなと思って、昨日ぐらいから昨日の夜とかもやらなかったんでね。贅沢にすることが普通になっちゃうと里親さんとこ行ってから大変だから、やっぱり一番ベストの状態にしてあげないと。あ、食べた。一種類で始めてっていう風にして、食べるものを限定しないと、好きなものをね見つけてあげないといけないかな。よくフードに取り替えて混ぜて、で、もし新しいのしたいけど前のと混ぜて、でだんだんその新しいフードを増やして、ありくださいみたいなことを書いてあるんだけど、それをしないでパツンパツンって切り替えちゃった方がいいのかな。まあちょっと試してみようよ。こんなに食べないのはちょっとよほど嫌いなのか。一回お昼過ぎまでこのまま置いてみて、どうもさ、このまま置いとくとラブくんばっかりが食べる可能性がちょっと感じるので、昨日はたまたまかもしれないんだけど、お注射の後に、ひよくんの方が後から一回食べてみてね、そういうこともあるんだけど、まあでもそれはちょっとね、確実では必ずそうなるとは限らないので、やっぱり1回で大体食べきってもらわないとちょっと調整がつかないからね。じゃあちょっとご飯の揚げ方を考えます。マオイママにシオンくんなでなで攻撃をお願いします。このステップが大事なんです。はい、なんかちょっと喜んでるかな。はいはいはい、はい、ってたね。ひよちゃんじゃなくて、しおくんじゃなくて、あれ、大丈夫。あ、よいしょ、ちょっと乗ったら高くなりすぎるかな、大丈夫かな。はい、いたね。はい、来た。はい、いたね。二人ともいいかね。ひよちゃんは、はい、いたね。行っちゃうの？あれ、もうちょっと高くなって怖かったかな。いいかね。
子だね。尻尾がフックみたいに引っかかってるよ。こっちおいで、ね、できたな、うんうん、はい、はい、この辺気持ちいい、はい、気持ちいいね、気持ちいい気持ちいい、フフフ、いい子だね。よしよし。ほう。カメラにシュリシュリしてるよ。なに？でした？僕もってなってるのか。両手でやるとちょっとどうなの？何？うん。ご挨拶。あ、噛んじゃダメよ。うん。本当に。うん、噛んじゃダメよ。よし。うん。お母さん、おお。ニンニチカン、君もでしょか。ジョリって音がしちゃうんだよ。はい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 、いただね。シュク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 、舐めてくれんの？珍しい。ありがとう。舐めた。うん、舐めてた。噛んでも痛くないんだけど、うん、舐めることってほとんどなかった。なかったね。うん、初めてに近いかも。森田さん、はい、いただね。はい。よし、いくだね、いくだね、なんか大変なことになってる。よし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 、遠い、ちょっと遠い、くいくい、こんなとこかな、いいかな、なんともやりましょう。うんうん、え、もうちょっと、なんかもうちょっとって言ってるから、慣れてていい？ロブくん、逃亡しないようにね。はい。なんか、カメラに興味があるのかな？はい、足が、邪魔だよって言ってる。いくだね、いくだね。何食べんの？優しいじゃん。はい、いくだね、いくだね。うん。うん。うん。したの？うん。うん。舐めてくれたよ、また。はい。はい、いくね。ポイント。ポイント。はい。ちょっと一瞬噛もうとするんだけどね、舐める。うん、でも痛くないけど、いい方だね。ダブル、ダブル、ダブル。はい。うん、気持ちいいね。はい。はいはい。全然痛くないよ。はいはい。舐めてくれな。ありがとう。どうした？どうした？どうした？クフって、クフってなった。はい。あ、舐めてくれたよ。うん。うん。うん、舐めてくれるにゃん、二人とも。あ、なんかポンポコリンだね。
君たち心開いとるね。見てたね。大体さ、この2人で舐め合ったりしてないじゃん、あんまり。あ、うん、そうだね。時々はしてるけど、うん、なんかね、あんまりしないね。うん、舐める行為はやっぱ親愛の情だと思うので。うん。なんか舐めてくれたの？兄弟を超えたか。どうだろう、噛むよ。でも全然痛くないの。痛くないね。はい、じゃあ。うん、午前中はこんな感じです。また午後よろしくお願いします。ジャン君がアンズちゃんのチェックに来ました。ちょうどですね、病院に連れて行くためのキャリーケースが、扉を開けて穴ぼこ2つ開けてあったら、そっちにも入りました。はい。すぐ隣ではラブくんが、アンズちゃん、ジャン君込みで何かちょっとアピールしています。多分ですね、今ジャン君は1階をクンクンやってますけど、アンズちゃんは2階にいるんじゃないかな。ジャン君ね、君は本人気がついてないかもしれませんけど、うちにいる猫たちの中で君ボス扱いになり始めてるんだよ。いいですか？あんまり上下関係とか得意じゃないですもんね。ジャン君、ジャン君が乗るんだったらやっぱりきちんと丈夫な板の方がいいね。そして明かりがこれで遮断されてるのをなんとかしないとね。板買ってこようかな。まあ、あの板をこのケージの半分の、うん、半分ぐらい明かり取りにできるようにすれば。はい、ポンちゃんが今度は向こうで鳴いてますね。